はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、167日目ですね。はい、今回はですね、ちょっと契約書の方をね、開封していきたいなと思います。ですね、A ランク契約書2枚と、A ランク自チーム契約書で S ランク確率 10% 契約書、この合計4枚ですね、これを開封してちょっとオーダーの方強化できればなと思ってます。その前に、現在2020年、5月23日の、22時33分なんですけども、あと、ホームランダービーね、あと3日と16時間ということで、まあ、進行状況ですけども、現在累計ホームランポイントが、40万3965ポイントということで、まあ、1日ノルマが確か20万やったと思うんでね、20万で5日間で、100万いきますんでね。まあ、まだ丸2日全然経ってませんので、40万超えてますんでね。まあ、順調なペースかなと思ってます。まあ、今のところ、一つもエナジー使わずにやって、この感じなんでね。まあ、エナジー使わんと、もしかしたら累計までいけるかなと思ってます。このライバルからの挑戦報酬は、現在クリア人数11人ということで、まあ、こちらの方もね、もう約半分ぐらいまで来てますんで、まあ、いいペースで来てるかなと思います。まあ、もうエナジー本当使わずにね、クリアできればいいなと思ってるんですけども、あとはホームランスタンプの方ですね、2枚目のもうすぐエナジー3エナジーもらえるとこですね。まあ、あと4枚目まで行ってね、 A ランクチーム契約書、これは、きっちりもらいたいんで、ここまでなんとかいければなと思ってます。はい、そうですね、こういう感じですね。ホームランダービーの方は、まあ、一応エナジー使わずに順調に、1日のノルマ以上はいってるかなという感じなんで、この感じでこのペースでいきたいなと思ってます。はい、それではですね、契約書の方ですね、開封していきたいなと思います。まずは A ランク自チーム、A ランク契約書2枚ありますんで、これを開封したいなと思います。はい、この2枚ですね。まあ、このアカウントね、12球団編ということで、選手を12球団で集めてて、ソフトバンクの純正を、まあ、組んでいってるんですけども、まあ、できれば、限界突破できる A ランク選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。 A ランク契約書2枚お願いします。来い。さあ、ちょっとね、限界突破できる選手来てほしい。さあ、誰？大山選手。はい、阪神ですね。もう1枚多分 A ランク持ってますね。2019シリーズ1か、シリーズ2かな、持ってると思います。はい、S ランクは持ってません。できれば S ランク持ってる選手の A ランク来てほしいです。来てくれ。宮崎選手。宮崎選手もね、 S ランクはもちろん持ってませんけども、A ランク2019シリーズ2の A ランク1枚持ってますね。はい、どちらもサードですね。サードの A ランク選手が2人来ました。はい、まあ、ちょっとね、 S ランク持ってる選手は来ませんでしたので、ちょっと残念ですけども、まあまあ、はい、いいです。それでは続きまして、 A ランク自チーム契約書なんで、ちょっとソフトバンクで引こうかなと思ってます。ソフトバンクでちょっと欲しい選手一回確認しておきます。ですね、中村選手はもう5枚ありますんで、いいね、極みになりますんでね。千賀選手、高橋純平選手、グラシアル選手、松田選手、高橋玲選手ですね。千賀選手、高橋純平選手、グラシアル選手、松田選手、高橋玲選手、この5名が S ランク持ってて極みではないので、ぜひ来てもらいたいなと思ってます。はい、それではいきます。 A ランク自チーム契約書、今言うた5人来てもらいたいなと思います。お願いします。来てくれ。サード、来てくれ。おーし、千賀選手。いや、最近ちょっといいですね。前回ね、 A ランク自チームミキサーも結構欲しい選手 2回 A ランク自チームミキサーやって欲しい選手2回来ましたんで、今回もちょっとね、千賀選手
これで、2019シリーズ2の、千賀選手を、Sランクを持ってまして、現在現突2位なんでね、これで3になるかなという感じです。いやー、よかったです。強化できました。よかった。はい、よし、これでとりあえずはいいです。はい、続きまして、Sラン確率 10% 逆勝、調子くんザワールドクリア数24の報酬ですね。これ行きたいなと思います。できれば S ランク選手来てもらいたいです。お願いします。行きます。 S ランク来い、来てくれ。おお、どう、さあどっち。うん、来い、割れろ割れろ。あ、割れないか。おお、亀井選手、はい、巨人ですね。はい、 S ランク来へんかったか。こういうところでね、 S ランク取ってるとね、いいんですけどね。まあしゃあないですね。はい、しゃあないです。はい、まあしゃあないですね。はい、今回はこんな感じですね。まあ、A ランク自チーム契約書で見事、千賀選手来てくれましたんで、少し強化できたかなと思います。ホームランダービーの方もあと3日と16時間ですかありますんで、きっちり、ルーキー取ってね、 S ランク契約書からいい選手取れるように願ってますんで、きっちり累計取っていきたいなと思ってます。できるだけね、エナジー使わずにいきたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉12球団編でした。